皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、今日、先ほど終わった J2 第19節の試合後レビューということで、ブラブリッツ秋田対アルビレックス新潟の試合について試合後レビューしていきたいと思います。シオン弾で首位猛追ということで、難敵秋田にですね、見事勝利を収めましたんで、まあ、そちらの試合後レビューだったり、まあ、主力復帰というところでですね、アルビレックス新潟の主力陣が帰ってきましたんで、まあ、そちらのね話もしていきたいと思います。J2 唯一のですね、今日月曜日開催ということになりましたんで、非常に見た方も多いのかなと思いますので、詳しくね、自分なりの解説含めて紹介していきたいと思います。今日1本目の動画ということでね、江坂選手の移籍の話も出しましたんで、そちらもぜひチェックしてくれたらなと思います。ということでですね、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、早速試合後レビューしていきたいと思うんですけど、まあ、今日はね、試合後レビュー、即レビューという形なんで顔出しはなく、まあ、この文字だけの解説になるので、まあ、そこはね、ご了承くれたらなと思います。早速、ブラブリッツ秋田対アルビレックス新潟、今日行われた試合です。まあ、そちらの試合後レビューしていきたいと思います。まずね、結果の方から紹介させていただくと、結果はアルビレックス新潟が見事2対0で勝利を収めました。そこの勝ち点を合わせまして、ホームのブラブリッツ秋田は6勝6分け7敗、勝ち点が24、得失点がマイナス2で14位というところに位置づけています。対するアウェーのアルビレックス新潟、もうね、後がない状況での12勝4分け3敗、勝ち点が40、得失点がプラス22という形で3位に位置づけています。まあ、1位と2位のね、まあ、京都と岩田というところは、ね、41で、まあ、そこまで、ね、非常に、まあ、勝ち点差詰まっていますので、まあ、次節以降も負けられない試合は毎試合続きますけど、まあ、ひとまず今日ブラブリッツ秋田に勝利できたっていうのはね、非常に勝ち点大きい3になったのかなと思います。ということで試合の方に入っていくと、まあ、ここ数試合足踏みが続く新潟はもう負けられないということで、まあ、こちらね、注目試合として試合前プレビューで挙げさせていただいた1試合でもあるんですけど、まあ、新潟ね、ここ数試合非常につまずいてしまっていて、まあ、前節注意陥落という形で3位まで落ちてしまいましたんで、上位陣に食らいついていくためにもですね、まあ、この試合非常に負けられない試合ではありましたけど、結果的には勝ち点3をもぎ取ることができました。まあ、試合に入ってからですね、試合前の予想通りですね、まあ、秋田がカウンター狙いということで、新潟がボールを保持する時間が長く、秋田がね、一発のカウンターが狙っていくっていうね、試合になりました。まあ、ここはね、試合前のところが予想していましたし、まあ、そこは秋田はぶらさず、まあ、この試合にも臨んできたんで、まあ、そこはね、今後も磨いていく必要があるのかなと思います。まあ、前半のところ特にですね、この日誕生日でもあった千葉和彦選手と、まあ、今日ね、マイケル・ジェームズ選手というところが累積で出られませんでしたので、まあ、そこに代わって入った早川選手、センターバックですね。というところのロングパスだったり、まあ、長短のロングパスから、まあ、この新潟はですね、攻撃のリズムを掴んでいって、まあ、シュート前まで行くシーンはありましたんで、まあ、そこは早川選手非常に素晴らしい、プレーも見せてくれましたし、まあ、千葉選手もね、いつも通りの、まあ、守備の安定さと、まあ、ビルドアップ能力というところはね、非常に見応えがあるシーンだったのかなと思います。まあ、ですがね、まあ、このリズムを作りながらも秋田もね、必死に守って、まあ、この前半のラストのプレー以外はですね、しっかりと守り切ったっていうのは、素晴らしいことだと思いますんで、まあ、この後は前半アディショナルタイムでの先制打のところ、今から話しますけど、まあ、そこね、あとも守り切れば、まあ、完璧と言っても、いいぐらいの秋田のね、前半の戦い方ではあったのかなと思いますんで、まあ、そこの爪、前半の爪というところを今後ね、磨いていくべきところなのかなと思います。前半も 70% 近く保持をした新潟が前半アディショナルタイムで先制点を奪いました。まあ、こちらね、前半40分近くというところで、秋田の選手がクリアしたボールがですね、まあ、三戸選手の頭部に直撃をして、まあ、そのまま脳震盪だと思うんですけど、おそらく、まあ、そのような形で交代をして、この日ベンチスタートであった本間志音選手というところが、まあ、前半のね、途中から出てきたわけなんですけど、まあ、そこのね、本間選手のゴールへの嗅覚と予測が生んだゴールということで、シュート性の、まあ、おそらくシュートだと思うんですけど、そこにね、しっかりと合わせて、コースを変えて、見事先制点を奪いました。まあ、試合前プレビューでも話した通りですね、まあ、ここ数試合、非常に新潟は先制点を取られる試合が多く、まあ、そこからね、引き分けに持ち込めたり、まあ、負けてしまうしまいってものは非常に多かったんで、まあ、その中でも、ここの先制点はね、非常に大きかったところなのかなと思います。まあ、新潟ね、開幕から非常に調子がいい中で、まあ、その大きな要因としてですね、まあ、失点の少なさもありましたけど、まあ、この先制点を取るっていうところが非常に大きかったと思いますんで、まあ、次節以降もこの先制点というところを意識してですね、戦っていってほしいのかなと思いました。新潟はですね、後半37分という形で、まあね、ほぼほぼ、まあ、残り10分ぐらいですか、というところであったんですけど、この日久しぶりにベンチに入った、ロメロ・フランク選手というところはね、途中出場して、まあ、怪我からの復帰の初試合になりました。まあ、三戸選手というところは出たり、まあ、星選手が出たりとね、この右サイドハーフというところは、まあ、ロメロ・フランク選手が怪我をしてから、まあ、なかなか不安定なポジションでもありましたし、
まあ、このね、今日出た水戸選手というのも非常にいいプレーをしていただけに、まあ、今後ね、右サイドハーフというところが特にね、このスタメン争い、激化していくポジションではなるのかなと思いますんで、このロメル・フランク選手が怪我をしてからですね、新たな選手としてホス選手だったり、まあ、水戸選手含めてですね、いろんな選手が活躍していましたんで、まあ、このポジションは逆に、層が厚いポジションになってきたのかなという印象がありますのでね、まあ、そこを次節以降、どの選手を使っていくのかというところを監督の手腕にも大きく期待したいですし、まあ、ひとまず、まあ、この精神的支柱でもあるロメル・フランク選手がですね、復帰をしたっていうのは今後の新潟にとってとても好材料な部分になったのかなと思います。第13節以来の無失点勝利で首位持つ家というところですね、見事2対0で、まあ、この後2点目の話をしますけど、結果的には2対0で勝利を収めましたんで、まだ勝ち点差1でですね、ジュビロ磐田と京都サンガ FC を追うという形にはなっていますけど、まあ、次節以降も負けないためにも、まずは先制点を取っていってほしいと思いますし、まあ、これでも何度も言った通りですね、まあ、次節以降負けてしまうと、まあ、勝ち点差が離れてしまって、もうね、ジュビロ磐田だったり、まあ、長崎含めて、非常に連勝が続いているチームがね、上位陣多いですので、まあ、そこを含めて、一試合でも、負けは許されない試合ですし、引き分けでもね、許されない試合っていうのが、次節以降、続いていきますんで、まあ、そこを含めて、次節以降も、この新潟に大いに期待して見ていきたいと思います。まあ、この秋田としてはですね、この1対0が続く状況の中で、結果的には90分通して9本のシュートを打ったものの、枠内シュート1本という形で、まあ、決定力の低さというかね、ちょっと際立ってしまった、まあ、この新潟戦にはなったのかなと思いますんで、まあ、そこの決定力は高めていきつつ、まあ、このように逆に新潟というところが17本を90分で打ってる中でですね、まあ、この結果的には、前半のアディショナルタイムと後半のラスト、まあ、44分ですね、というところの、まあ、試合の締めだったり、まあ、この前半の締め、後半の締めというところを強化していけば、まあ、守備の守り方もね、そこまで悪くなかったブラブリッツ秋田のかなと思いますんで、まあ、この新潟戦をうまく次節以降に利用して、まあ、次節からですね、勝ち点差を奪えるように戦っていってほしいのかなと思いました。2試合連続アディショナルタイムダウンを決めている勢いも決めきれずということで、まあ、このブラブリッツ秋田ですね、前節と前々節というところ、まあ、後半アディショナルタイムに追いついたり、まあ、勝ち越し弾を決めたりというね、試合が続いていた中で、まあ、後半アディショナルタイム、まあ、ラスト10分くらいからですか、というところはしっかりとね、新潟陣に攻め込んでいましたけど、まあ、結果的には、新潟の意地が勝ち、まあ、そこからですね、時間を使いながら落ち着いたパスで、結果的には後半47分、先ほど言った通り、矢村選手の追加点という形で、万事休すという形になってしまいましたんで、まあ、ここはね、多少前線にかけていた秋田というところはね、失点を覚悟しながら、まあ、多少攻めていた部分もありましたんで、この失点は仕方ないのかなと思いますけど、まあ、先ほど言った通り、このシュートというところをもっと増やしつつ、まあ、枠内シュートだったり、決定力というところを高めていけば、まあ、確実にね、戦い方はブレていないですし、昨年からの勢いというところはね、ありますので、まあ、そこを含めて今後もね、ブラブリッツ秋田期待して見ていきたいと思います。まあ、新潟とするとね、もう後がない状況で、追い込まれた試合ではありましたけど、結果的には、2対0という形で勝利できましたんで、まあ、このね、久しぶりの無失点勝利プラス、複数得点というところはね、今後も、継続していくべきところだと思いますし、まあ、この上位陣に食らいついていくためにも、次節以降も負けられない戦いが続きますんで、まあ、このブラブリッツ秋田とアルベックス新潟次節以降も大いに期待して見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね。今回は今日行われた、まあ、唯一の J リーグですね。というところで J2 第19節のブラブリッツ秋田対アルベックス新潟の試合について試合後レビューさせていただきました。まあ、冒頭にも言った通り今日2本目の動画ということで1本目の動画でですね、カシャレイソルの江坂選手というところ、浦和レッズの移籍というところの話をね、させていただきましたので、そちらね、まだ見てない方はぜひチェックしてほしいなと思います。そちらのね、J1 の話だけでなく、この、今回紹介した秋田対新潟含めてですね、J2 の、まあ、J1 昇格争いというのも非常にね、熾烈な戦いが毎試合行われていますんで、まあ、そちらも次はですね、1週間空いて、まあ、週また来週の週末というところが行われますんで、まあ、そちらも、試合前プレビューからね、またやっていきたいと思いますし、まあ、明日だったりというのは、とうとう ACL の戦いが始まりますんで、まあ、ダゾンでね、ACL が見れるようになりましたんで、J リーグ含めて、まあ皆さんのね、応援してるクラブというところも出ると思いますし、まあこの日本を代表して、J リーグから ACL にチャレンジするという形になっていますんで、まあここはですね、J リーグサポーター一致団結して、アジア制覇できるように戦っていってほしいのかなと思いました。まあ J1 というところは水曜日また行われますんで、そちらもね、試合前プレビュー等をやっていければいいのかなと思います。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、いつもはね、顔出ししながらやらせていただいてるんですけど、今日は試合後即レビューという形で、顔出しはなく、文字だけの、動画になりまして、まあ、ちょっとね、見にくかった部分だったり、読みにくかった部分はあったと思いますけど、そこはね、ご了承くれたらなと思います。まあ、明日以降ですね、いろんな移籍ニュースだったり、試合前プレビュー、試合後レビュー、いろんな J リーグに関する、ニュースというところをやっていければいいのかなと思いますんで、
まだね、チャンネル登録を済ませてない方は、今のうちにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということでですね、明日以降も ACL だったり、J1 リーグ、J2 リーグ、いろんな試合が行われますんで、皆さんで、ね、楽しんでいきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バイ。